エール株式会社の美穂玲子と申します。事業内容は働く女性向けのスキンケアのブランドエールっていうものの企画開発と、あとパラレルキャリアという会社員を続けながら、自分のスキルとか強みを生かして、起業したいという方たちのキャリア支援、あとは、働く女性向けのエール通信のメディアの運営をしています。起業してからは、4年目になります。は、菅原代表が、アメバ TV で多分一番最初メディアで見たのが一番最初のきっかけだったと思います。でその時はまだすぐ入ろうとは思ってなくって、でその時ホームページで検索をして、でいろいろこう活動を追ってたりとか、そのメラルドのホームページを何回も見に行った時に、なんかここに入ったらすごく自分の持ってない情報だったりとか、その本当素敵な人たちのつながりが生まれるんじゃないかなっていうのにすごい期待をして、最初に入りました。でそこからいろんな、最初ランチ会に参加させていただいた時に、そこに参加している方たちが本当に全然自分の世界とはまた違うような大きな仕事をしている人たちだったりとかするのを見て、もうここでいろいろ学びたいなっていうふうに最初に強く思いました。今でもすごくランチ会に行った時にとかいろんなそのイベントとかに行った時につながりはあるんですけど、やっぱりまだちょっと深くつながれてる人たちが少ないので、なんかもうちょっと、少人数でもいいんですけど、もうちょっとなんか深くつながれる人たちが出会える場というか、できる交流できる場があったりとかできるといいかなというふうに思ってます。あとはやっぱ男性経営者の方たちのやっぱりサポートもすごくありがたいなと思っているので、そういう方たちと交流できたりする場があるとすごくいいなというふうに